ナヒロ2は日本のゲームクリエイター。岡山県出身。インテリジェントシステムズ取締役及び同社、企画開発部部長。1986年、北西良一らと共にインテリジェントシステムズを創業。同社の代表作である、ファイアーエムブレムシリーズに、ガイデンなど一部のタイトルを除いて初期から関わっており、第3作、紋章の謎では、 チーフプログラマーを務めた。第一作、暗黒竜と光の件より、シリーズの事実上の生みの親として、ディレクターを務めていた、加賀正造が、トラキア776を最後に伊豆を退社した後の、封印の件ではディレクターを務める。続編、劣化の件ではプロデューサーに就任しており、事実上の二代目シリーズ統括責任者となっている。 ファイヤーエムブレム以外のタイトルでは、ファミコンウォーズ、カエルのために金は鳴る、スペースバズーカなどに関わっていることが、スタッフロールより確認できる。AB、赤月の女神開発スタッフインタビュー。2007年8月26日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年7月25日閲覧。ファイヤーエムブレムのこれまでとこれから。 ファミコン時代の開発秘話から最新作、ファイアーエムブレムイフまでを制作人に聞く。4gamer.net 2017年1月28日閲覧。社長が聞く、ファイアーエムブレムシン、紋章の謎光と影の英雄。ありがとうございます。